画像は元エグザイル清木場俊介。エグザイルの元ボーカルで、シンガーソングライターの清木場俊介さんが12日に、心身の不調などを理由に活動休止することを発表しました。所属事務所、JET 株式会社は公式サイトなどで、2024年をもちまして、歌いや清木場俊介、 ととしししての活動を休止することにいたしました。ま一度歩みを止め、心身ともに休めるための休止という前向きな判断であることをご理解いただけますと幸いです。と報告し、8月からスタートする全17公演のライブハウスツアーをもって活動休止するとしています。そういうメンタルの部分が多いと、う鬱病のような症状が原因だとしています。 また、ビジネス戦略を考えながら音楽活動をすることが心の負担となり、不眠症に悩まされていたことも告白し、40歳を過ぎて以降には、わけもなく涙が出てきたり、不安に押しつぶされそうになったり、何もやる気が起こらなくなったりね、何を見ても聞いても心が何も感じなくなったりと、心のコントロールが難しい状態が今もずっと続いております、と。 精神状態がかなり不安定になっていたことを明かしています。さらに、楽曲制作やレコーディング、ツアー時には感情の起伏が激しくなり、ライブ終了後には一気に気持ちが落ちて孤独感に襲われるなどの症状があり、それがツアー中にずっと続くだけでなく、いつしかツアー終了後も1、2ヶ月はそうした状態が継続するようになったため、 しっかりと心の休養をとる必要があると考えて活動休止を決断したそうです。清木場俊介さんの活動休止発表を受けて、ネット上では、寂しいけど、無理しすぎは良くないからね。待ってる。少し休んでから。ある程度肩の力抜いて活動できるやり方も模索できるといいね。エグザイル時代のドキュメンタリーでも歌った後泣いてた。 ももとと感情の起伏が激しいのかもこういう深い声で歌う人はどこか削っているんだよな本当に素敵な歌声で大好きですおいしいものいっぱい食べてたくさん寝てくださいわけのわからないものがご利用しされる世の中大切なものは自分でしっかりと守らなければならないとしちゃんの書く深く切ない歌詞が大好きソロ転校後の歌い人に大きな勇気と元気をもらいました ゆっくり休んでまた元気な姿を見せてほしい。清木場俊介さんは2001年からエグザイルのボーカルを務め、2004年からソロでの活動を開始して、2006年にエグザイルを脱退。2008年に独立しました。独立して以降もソロで精力的に活動し、2017年にビクターの音楽レーベル、スピードスター RECORDS を離れ、自社レーベル、 UTAIYARECORDSUNITED、e、を設立し、今年に入って配信限定シングルを4作、アルバム1枚をリリースし、ライブツアーも行っています。こうした活動の裏で、うつ病の症状などに苦しんでいたというのは驚きましたが、清木場俊介さんの、相方、だったエグザイル a t s u s h i さんも2016年に、 疲労や睡眠不足、精神的ストレスなどが原因で発症する自律神経失調症を患い、休養も兼ねて1年半にわたってアメリカ、ニューヨークに留学し、活動を休止していました。最近、ロックバンド、サカナクションのボーカルギター、山口一郎さんが、約2年前からうつ病を患っていることを公表しました。 現在も体調が不安定な状態が続いており、再発を防ぐことも重要とされています。清木場俊介さんは音楽活動中に悩みを抱え、モチベーションも低下していました。心と体の健康を取り戻すため、休養を取り、趣味の釣りやバイクなどでリフレッシュしてほしいです。元エグザイルのメンバーで、SHUN として活動していた歌手の清木場俊介が12日、 自身の公式サイトで2024年をもって歌手活動を休止することを発表した公式サイトは歌いや「清木場俊介」としての活動を休止することにいたしましたと報告2001年にエグザイルとしてデビュー2005年に歌いや「清木場俊介」として活動を始め今日に至るまで歩みを止めることなく駆け抜けてこれたのは応援してくださる皆様のおかげです 清木場スタッフ一同心より感謝を申し上げます並びにこれまでの関係各所のご協力に重ねてお礼申し上げますと感謝した休止の理由については一度歩みを止め心身ともに休めるためという前向きな判断であることを綴った8月からツアーを開催するようで休止前の最後のライブハウスツアーとなりますが これまでと変わらぬ最高のステージとこれまで以上の魂を込めて歌をお届けします。今後も清木場俊介への温かいご支援を心よりお願い申し上げます。放置新聞社、シンガーソングライターの清木場俊介さんが7月12日、自身の公式サイトで、活動休止を発表しました。清木場俊介、活動休止へ清木場さんの公式サイトでは、この度、 清木場俊介は2024年をもちまして、歌いや、清木場俊介、としての活動を休止することにいたしました。と活動休止を表明。続けて、2001年にエグザイルとしてデビュー。2005年に歌いや、清木場俊介として活動を始め今日に至るまで、歩みを止めることなく駆け抜けてこれたのは応援してくださる皆様のおかげです。清木場スタッフ一同。 心より感謝を申し上げます。並びに、これまでの関係各所のご協力に重ねてお礼申し上げます、とコメントしています。また、公式サイトには清木場さんの音声コメントも掲載されており、気分の上下というか創鬱というか心の変化、変動が激しくて、これといって歌う確信、モチベーションの低下、続けて、 年々心の負担になっていき不眠症に悩まされていて、40を過ぎたあたりからわけもなく涙が出てきたり、不安に押しつぶされそうになったり、何もやる気が起こらなくなったり、何を見ても聞いても心が何も感じなくなったりと、心のコントロールが難しい状態が今もずっと続いておりますと明かしています。さらに、感情の起伏がすごく激しくなり、 ライブが終わった後の幸せの絶頂とホテルに一人で帰った時に闇の中に一人取り残されたような孤独感が毎日入れ替わり襲ってきて、それがライブ中ずっと、ちょっとこれは心を休めないカンナということで今回の決断に至りました、と敬意を話しました。休止中については、心と向き合いながら何が本来の正しい生き方なのか、何が本当の幸せなのか、 休みの間模索しながらゆっくり考えて生きていこうと思いますと話しています。清木場俊介が2024年をもって活動休止をすることを発表。清木場さんは感謝の意を述べている。気分の上下や心の変化が激しく。